1950年、レイモンドローウィは、フランス、パリ出身のデザイナー、フランス軍大移。主に、アメリカが衆国で活動し、インダストリアルデザインの草分けとして知られる。口紅から機関車までと言われるように様々な分野で活躍した。フランス語読みでは、レイモンデビ。1893年、パリで生まれる。はじめは、電気工学を学んだ。 第一次世界大戦後の1919 19年にニューヨークへ渡り、名シー百貨店などの店舗装飾や、ハーパースバザー誌でファッションイラストレーション、グラフィックなどの仕事を始めた。1920年代半ばにデザインを受け負う事務所を開設する。1929年、ジグムント・ゲシュテットナー社の副写機のデザインを手掛け、これが評判になり大きく売り上げを伸ばした。 それまでの副写機は剥き出しの機械であったが、カバーを取り付け機能的長い観デザインにまとめたことで、工業製品におけるインダストリアルデザインの重要性が注目を集めた。1934年、ペンシルバニア鉄道の電気機関車 GG1 を風洞実験の結果、軽やかな流線型にリデザインする。この流線型デザインは、力学的な形態の倫理により発見。 設計され、以後、自動車など速度を要求される対象に採用される時代が始まった。速度、進歩、現代性などの表現として、様々なデザインにも引用されるようになった。このような形状は、時代の流行となり、当時のアールデコスタイル装飾に用いられるなど主要なモチーフにもなった。デザインが流行として消費され、陳腐化させられる時代の到来でもあった。 1938年、アメリカ市民権を取得し140社もの企業のデザインコンサルタントを務めた。ペンシルバニア鉄道 GG1 レーモンドローイがデザインした機体塗装ユナイテッド航空 DC-8VC-137C エアフォースワンレモンドローイが1940年頃に発見した消費者の中に潜む新しいものの誘惑と未知のものに対する恐れとの 臨界点。most advanced yet acceptable 略して、マヤ段階と名付けた。ありがとうございます。